みなさんこんにちは、まりです。なおです。まりなおチャンネルです。よろしくお願いします。今日は何するんでしたっけ。今日は、はい、フットルース神谷さん知ってますか皆さん、はい、かの有名なフットルース神谷さんをご存知ですか。フットルースとは足踏み機のことですね。うん、木のやつ。はい、足踏み機を毎日毎日仕事中に踏んでいるフットルース神谷さん、うん、に、うん、負けてられないぞっていうことで。そうですね、絶対負けないぞ。私たち本気でやります。本気フットルースやります。マリちゃんはなんと、うん、それだけじゃねちょっと物足りないっていうことで、うん、体幹も一緒に鍛えちゃおうかなと、うん、すごいことに挑戦しますよね。秘密の特訓します。これからうまくできるかわからないですけど、はいはいはい、とにかく挑戦、うん、できないと思って始めましょう。やる前と後と、うん、血圧と、はい、体組成計、脂肪の量とか、うん、あれヘモグロビン測定器でいいんですかね、うんうんうん、いろいろ測定して比較をしてみたいと思います。神谷さんに負けないぞ。レッツゴー。体温を測ります。 6.6。ヘモグロビン値を測定するやつ。そうです。お、あれ？見ちゃった人はもうね消せないからね。今電気回ったりした。回ったりしましたね、うん、今何分なんかな。今ですね、あと25分。おっ、マイナーいった。消しますか。最後ラストスパート。そういうこと。汗結構かいてますか。すごいかいてるよ。あ、じゃあ数字変わるんだね。本当だ、汗かいてる。え、これ明日もやるの。あ、残った。残り1分で。残った。実は今日すげえ寝不足なんだよ。減るんだ、本当に。すごい増えてるんじゃないですか。逆に上がってるし。はい。おお。上手になってるし。もう終わり？まだ。え？お腹すいたな。お腹すきましたね。うん。10、9、8、7、6。最後までやってください。最後までできなかった。対応に当たりました。一部の地域に避難。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ疲れました。汗だくでしたね。できましたね。できた。最初ほら転んでばっかりだったけど、だん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 あの手離せるようになって、体感ずいぶん違ったと思うんだけど、あれ。そうですよね。汗のかき方が尋常じゃなかったですよ。うん。みなちゃんがね、ド S だから。うん。
でも体脂肪率が減りましたね、うん、そうよね、あれだけやれば汗をかけば あんだけ動いてますから、うんうんうん、ただ1日目はちょっとマリちゃん寝不足だったので、うん、そうそうそう、数字がすごいことになってましたね。寝不足はダメです。寝不足の次の日代謝が悪くなるって言いますもんね、うんうん、でも1時間真剣にやると、うん、あの仕事中に、うん、たまに結構やってるんですけど、うん、それとは全然疲れ方がやっぱ違いますね。ながら足踏み機か、うんうん、本気の足踏み機かぜひ神谷さん本気のやつをお願いします。うん、筋トレもそうだけど、今ここをこうやって鍛えてるんだぞって自分に認識させると全然違うって言いますよね、うん、あーなるほどね。腹筋やってる時はもう腹筋を今使って鍛えてるんだぞっていう、なるほど、そうそうそう、それでいきましょう。そう、はい、ぜひ参考にしていただいて、参考にしてください。ゆくゆくはバランスボールに乗っていただいて、バランスボールおすすめです。うん、次の動画でまたお会いできるの楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。